こんにちは。こんにちは。ギズモショップの清家です。みんなパライササ行くだ。小嬢さんです。それがあれですよね、妖怪ハンター妖怪ハンターの前日はわしも連れて行ってくだせえの、あの妖怪ハンターですかね。有名なセリフですよね。はい、分かってくれる方が喜んでくれればいいと思います。いいと思います、この番組の、はい、この番組ですからね。はい、今回はですね、はい、私清家の、はい、持ってきたカメラについてですけど、はい、清家さんいっぱいカメラ持ってますよね。持ってます。で、まあその中でもですね、まあ、一番最初に出したいと、はい、ものを紹介させていただこうと思います。まあ、一押しに近いもんですよね。そうです、一押し。はいはい、はい、まあ、ということで、では、まあ、ギズモキャスト始まります。始まります。ギズモキャスト、コニカ C35 ピカピカフラッシュマジック、フラッシュマジック、フラッシュマジック、です、ね、コニカ C35 ですね。そうです。あ、しかもフラッシュマジック、はい、まあ、なんですかね、コニカ C35 っていうとどういうカメラなんでしょうかね。まずですね、はい、まあ、ここら辺のカメラはですね、当時、まあ、大体似てる形してます、いろんなメーカーが、日本のカメラ、まあ、40年以上前ですね、70年ぐらいのカメラですね。割とこの形ってスタンダードっちゃスタンダードですよね。うん、そうですね、いわゆるよくある漫画に出てくるカメラみたいな、はいはいはい、形で、よく、まあ、うん、お子さんって言いますか、うんうん、若い人があちこちスナップ撮るような、修学旅行にカメラ持ってきたぜみたいな、はい、そういうノリのカメラですよね。はい、実はですね、この C35っていうのは、はい、その前のカメラがね、もうちょっと大きいんですよ。35mm フィルム使うやつで、ほうほう、でこのぐらいから小さくなったんですね。でなぜかって言ったら、そのローライ35っていうですね、はいはい、ものすごい小さい 35mm カメラが出たと。あ、ローライの名機ですよね、はい、未だに人気ありますよね、はい、当時はね、ハーフサイズカメラがコンパクトであると、経済的でと、はいはい、いうことで売れてたんですよ、オリンパスペンとか、はいはい、ところがあれがハーフサイズの大きさなのに 35mm フルサイズで撮れるっていうのが衝撃を与えるんですよね。おうん、あ、一時期国産のカメラで、うん、やっぱりそのハーフ全盛期みたいなのありましたよね、うん、もう60年代の最後の方、はいはいはい、で60年代の本当のギリギリになっても、フル 35mm フルサイズで画質がいいのに、ハーフ並みの小ささを目指したっていうことで、まあ、ものすごく小さいわけですよ。ローライ35、私も現物見たことありますけど、うん、めちゃくちゃ小さいのに、うん、すさまじいんですよね、あれはもう集積度というか、あれはね、画質もいいしね、小さいんだけど、ただ操作がすごくしにくくて、ただフラッシュがなぜかそこにつけなきゃいけないとか、ね、はいはいはい、うん、めちゃくちゃトリッキーな設計してますもんね。そうそうそう、まあ、あれはすごいんですけど、まあ、C35 が使いやすさも維持しながらこのサイズを目指していると、うん、で私実はですね、こういうクラシックカメラを集め出したのが10年ちょっと前なんですね、はいはい、でその時に基準決めたんですよ。その基準、横幅が11センチ以下にしようみたいな。ほう、11センチですか、うん、これなんで11センチなんですかね。でそれはね、やっぱりその、まあ、ポケットに入れられるとか、まあ、つまりある程度なんか僕ってあるルール決めないと、その集める範囲が広すぎるとね、しんどいわけですよ。わかりますね、それは、はい、要はコレクションやるときに、うんうん、あまりにも裾野が広いのをやってると役略つかなくなっちゃうの で、自分 の、 その縛りといいますかね、ルル、まあ、すごい専門を作っちゃうってことです、ね、11センチ以下で作るのはね、はいはい、みたいな、はいはい、まあ、その頃もうちょっと前だとプロレスが急に好きになっちゃって、プロレス、はい、もう全選手を覚えなきゃならないと思っちゃったんですよね、はいはいはい、そしたら日本に何千人っていらっしゃるんですよ、プロレスラーが。あー、それ全部覚えるのが大変だから。大変ですよね。ベースボールマガジンのですね、プロレスラー年間に載ってるのだけ勉強しようと、それが300人以下に絞れるわけですよ。あ、なるほど、ね、覚える。だからもうその人の試合を追うのも、それに載ってない試合を追うのはもう大変なことになるわけですよね。そりゃ千葉の山奥で興行があるのに見に行きたいとかなっちゃうじゃないですか。その、あ、だから年間に乗ってるね、はい、そういうふうにやっぱ、はい、もうやっぱ人生を崩したくないわけですよ、はい、だからやっぱそういう範囲を決めちゃうわけです。わかりますね。私もプロレスラーっつったらもうミルマスカラスしか頭に浮かばないんですけどね。
日本だけで300何人いらっしゃったんですよね今からその年間に持ってる人でまあいいや、まあ、それで、はい、もうカメラもある程度そういうなかん ルールになっちゃったんですよ、まあ、今は違いますけど、ね、まあそういう縛りを持ってコレクションしてます、はい、ということですね、はい、そして、はい、まあいろんなものを手に入れて、まあ、手に入れるとき500円とかですよヤフオクでね、そんなもんなんですよね、うん、それとか当時だとカメラ屋のカメラ屋の北村のジャンクワゴンにコロンって北村さん万世もうあの当時はね高田山ですよね、ヤフオクに行っちゃうらしいんであれだけど、当時はもうゴロンと落ちてたわけですよ。あで喜んで、で結構気に入っちゃったら、はい、今度はその替えパーツみたいのが必要だから、はいはいはい、どんなジャンクでも集め出すわけですよ。あ一応パーツストックで持ってきたりストックでっていう、はい、とら直しちゃうんですよ。あ修理でですね、はい、また、はいはいはい、そうすると動くものがね30台とかになっちゃうんですよ業者じゃないですかそれなっちゃうんですよねこれはねよくあるジャンクを直す人の病気なんですよね。あでも気持ちわかるな、はい、本当は部品取りのためにね、はい、あこれはちょっとファインダーはまだ綺麗だなとか思ってもなんかわかる、はい、部品取りで買ったら、はい、そいつも直っちゃったとで一番集めちゃったんですよね、でまあまあ、魅力としては小さいということ、あと使いやすい、はい、ちょっとしたことです。例えば使う電池が当時水銀電池のちっちゃい、電池なんですが、何番でしたっけ、なんとか9とかありましたね、まあ、44とかね、はいまあ、ちょっと調べないと分かるんですけど、それが今売ってある LR44 とかね、はい、そういうもので代替えが効くわけですよ。あつまりそれは100均にもあります。ありますよね、結構この時代なんかもう水銀電池のよくわからない形の使ってたりねするから電池に困るんですよ。そうありますね、はい、まあ五条さんのコレクションって電池使わないの結構多いじゃないですか。やっぱりそのスプリングカメラなのにガンレフっていうともう電池レスですよねそうですそうです、だからそういう苦しみないと思うんですよ ね、 ないですね。だから惜しいカメラあるんですよ、電池がなくて使えないようなね、まあ、コンバーターとか面倒くさいことしなきゃいけない、はいはい、まあそういうまあ、今でもそういうのが動きやすい。あと壊れる箇所が決まっててですね、うん、もうこれはね大盤振る舞いでいっちゃいますよ、はい、9割電池ボックスの腐食ですあそうなんですか。開けて、はい、断線を切ってあげるだけで大体いいです。切っちゃいましたね。そうこれはコニカ C35 で次は、はい、まあよくある話です。古いですからシャッター張りの粘り、それはありますよね、はい、古い機種になると絶対、はい、それが結構アクセスしやすいんですよ。分解するときに、はいはい、皮をちょっと剥がしてネジ4個外してジャッパッてしたらもうバネが出てくる、はいはい、でそれをきちっと外してベンジンで洗浄して戻すとシャッターが戻ると。やっぱりこの形が似てるカメラっていう、うんまあ、その種類のカメラっていうと大体構造似てますよね、うんはい、そもそも五条さんのカメラって結構バラすのレンズユニットから外してほら結構シャッター関係洗浄 大変だと思いますよ。ですね、まあでも大体似通ってますからね、うんだからその辺の一つ慣れると多分次は楽になると思いますよ、はい、まあでもこっちは圧倒的楽です。あそうですか、はい、だから非常にですね妙に修理しやすいしで写りもいいんですね。うんこのレンズがヘクサノンね、ヘクサノン 35mm、はい、コニカンですね、ですけどね、これはテッサーコピーですね。あそうなんですね、F2.8 おでね、テッサーコピーもいろいろあります、はい、そのあのツアイスの、はい、我々の大好きなツアイスのテッサーのコピーありますけど、はい、出来がいい方ですね。ほう素晴らしいですよ。コニシロク、コニカ、コニシロク、コニカ、あちなみにコニカはもうないですね。最後はコニカミノルタでしたね。でコニカミノルタがソニーになっちゃってる、ぶった切って売りましたからねカメラも。そうだからソニーのカメラにはコニカの血が混じってると言っていいんじゃないでしょうかね。それ本当聞いてみたいですけどね。どのくらい入ってんのって聞いてみたいですけどね。まあいろいろあるでしょうから。はい。はい、いろいろ悲劇喜劇いろいろあるでしょうからね。はい、あとこのカメラの魅力をもっとですね語ると、私はね結構個人的にカメラメーカーで好きなのはコニカ富士かなんですよ。富士フィルム。富士フィルム、はい、あ昔は、うん、あとか昔じゃないわ、うん、作ってますもんねカメラ昔で、ね、なぜかって言ったら、フィルムメーカーなんですよこの2つは。当時コダックもそうです。そうですね、うん、はいはい、コダックもそうですよ、コダック、コニカ富士フィルムね、でフィルムメーカーの特徴はねカメラで儲けるんじゃなくてフィルムで儲けようなんですよ。
なるほど、はい、カメラはそこそこいいものを安くでバンバン提供して、とにかくシャッターをしやすくして、もういつでもシャッターバガバ切って、あのフィルム大量消費してくださいという望みが詰まってますね。まあそれはあるんでしょうね、つまりもう撮るのが楽しいカメラ。ほう、例えばもう商品名にね、ジャーニー、これは コニカ C35 っていうのが正式な名前ですが、はい、ジャーニーコニカと呼んでるんですよ。旅コニカ、旅をしてバンバンシャッター切りましょうってね、はい、あのなんか楽しいじゃないですか。富士も昔からほら結構お正月を写そうとか、ほらなんかありましたね、ゆるグリンナーがタコに乗って空飛んだりですね。古いですね、40年近くなんですけどね、まあ、楽しいですね、もうお正月を写そう、うん、だからハッピーニューイヤーってやつですね。写真を撮ることをね、あのすごくあの推奨するような作りになっててね、あ、うん、すごくやっぱ好感度持てるんですよ。あ、そうなんですか、うん、それでまあじゃあ実際どんな写りになるかって言ったら、もうはっきり言ったら僕はもう申し分ないんですよ、もう写り自体ね、うん、でなんていうか、まあこういうのはあのなんですか、富士のね中身はスペリア・ヴィーナスかなんかの業務用フィルムで撮ったんですけど、はい、この1番目の写真ですね、はいはい、1番目の写真、はい、この何ですか、このミラーですか、あ撮って、はいはい、ミラーの中にも、わだちがあって、とこれかっこいいですね、はい、でここはもう雪の日で熊本ですけど、あ、はいはい、大雪の日なんであんまりね何年に1回なんですが、うん、そうですね、熊本は雪積もんないですからね、うんうん、こういう時でもですね、こんな写真が撮れました、はい、これはですね、これはヴィニスですか、ヴィニスじゃなくてこれは小倉ですね。え、小倉、あ、小倉、うん、小倉でカメラ屋さん巡りをしてる時に、はいはい、何側というか分かりませんが撮ったんですが、非常に解像度高いでしょう、なんか目黒川っぽい感じ、うんかね、その川の上にこう張り出して家建ってるっていうですね、はい、非常にかっこいい、これね、ポケットバンクというのがね、10年前だというね、今見ないでしょこれ。おお。でもなんかこれなかったら、あの昭和のドヤ街みたいな。変わんないですよね。感じがしますね。で、あと3枚目の社員のシーンは、これは天神で夜中うろうろしてスナップ撮ったっていうね。おお、なんか姉さん写ってますね。姉さんがいますね。これなんですか？見どころは、なんか髪の毛ポスターですかこれ？うん、ポスターですね。ああ、びっくり。あのお店の入り口で、はい、なんですかこれ、あの服屋さん、ラグ、あのなんかアクセサリー屋でしょうけど、ランジェリーショップですか、あのアクセサリー、はい、お姉ちゃんが写ってると、ああなんか高田組に似てるな、そうですか、はい、まあ、わかんないですけどね、わかんないですね、まあこうやっぱり暗いとこでもこんな明るいレンズですから、あ、そういえばそうですね、うん、もうきちっとピンと、ね、はい、合ってるし、あのボケも出るし、なんか暗いところをね、ネガだからグッと引っ張って出ますからね、あ、なるほどですね、ちゃんと撮れます、4枚目でした、4枚目、これは会社の近所の蔵のところの壁に映った木の枝の影を楽しみましょうみたいな、ああ、なるほどですね、はい、枝が、あの影を映ってますね、すがすがしいですね、白がね、うん、まあ、こういうのが撮れますよ、もうバッチリでしょ、おー、なかなか細かい、うん、いい感じの文句なし、コーラね、コンタックス T とかいりませんいりません、そんなこと言っていいですか、いいですよ、だってテッサーでもう小西六のテッサーコピーはね、もう世界一ですか、世界一かもしれないねそこまで言う、あと言うと、やっぱカメラとして丁寧なとこがあって、あのレンズの良さだけじゃなくて内面処理、カメラの中開けた時の、まあ、黒いあの艶消しとかをきちっと塗るとかね、うん、本当に手抜いてないんですよ、なるほど、うん、当時の日本の、ね、技術というか、まあ、多分いい職人がすごい安い人件費でやってくれてたっていうことでしょうね、うん、だからあの、まあ、丁寧で、まあ、80年代入るとこのぐらいの映るものって結構ほらコンタックスティーみたいな結構高い、うん、何万ですかあるよね、はいはい、高いですね、じゃないと出せないわけですよ、当時これね2万円とかねで売られてて、もう中古だったらその今500円ですから、まあ、前回の五条さんと同じように安さ、安いですね、安さ、安くてこんなによう映るよというドンズバで、なおかつ万日価格で、そこでもう、はい、ついでに言うと、もう私コニカ大好き、修理しやすい、あと言うとカメラとして非常にスタンダードでね、クラシックカメラの形でね、これもう人に見せたら可愛い可愛いと、かわいいですよね、便利な言葉なんですけどね、やっぱそういうふうに言われます、言われますよ、なんか古いカメラだからね、やっ
ぱりその、まあ、正直言ってほらライカのですよ、昔のエルマウントとかのって言ったら可愛いとかじゃなくてなんかごちゃごちゃしてほらなんか軍艦みたいじゃないですか。まあなんて言いますかね、うん、まあ嫌いじゃないんですけど、まあ、かっちりした高級品っていうものですからね、だからもうこういうねやっぱり C35 のやっぱりねデザインのなんて言いますか可愛らしさも魅力で非常に私はこのカメラが大好きですと。なるほどですね。まあということで今回はコニカ C35 ジャーニーコニカですね、通称、はい、の、紹介をさせていただきました。はい、もしあの、まあ、カメラ屋さんのジャンクボックスかなんかで見つけたらですね、うん、まあ、ちょっと手に取って見てみるのもいいかなと思いますね。はい、はい、ということで本日はさようなら。さようなら。キズモキャスト。